く日記リッスンケアフリー、声で書く日記リッスンケアフリー、2日に1回配信している声の日記です。11月1日水曜日ですね。今は夕方の5時20分ですが、もう札幌は真っ暗です。最近はもう4時を過ぎると暗くなってしまいますね。で、今日は特に今雷さんが鳴り始めまして、雨が降ってきて雷が鳴り始めたということで、まあそれもあって今日はもう真っ暗ですね。夜中みたいに真っ暗です。まだ5時20分なんですけどね、夕方のね。まあそんなことですが、雷の音が入るかもしれませんが、声で書く日記お送りしたいと思います。まあいろんなことがあったんですが、一つはその、まあ、始めるラジオキャンパスっていう配信をね今日やりまして、まあそこでも話したんですけど、 SNS はコミュニティ回帰するんだという話でね、もうあっちこっちでコミュニティ化する動きがあるなということで、少しそれに関連するリンクもね貼らせていただいたので、詳しくは始めるラジオキャンパスの方で該当部分を聞いていただきながら、まあこれはもう根拠があるんですけどね、まあ、その話、をちょっと知っています。で、まあ実際目の前で見てるとね、ますますこうコミュニティ化しているなぁと、 SNS という世界の中でね、そういう動きがいっぱい出てきてて、まあ見てて面白いなと思ってます。それから今日は、トイチロー君のお散歩5分で終わっちゃいました。まあ雨が降ってきたこともあるんですけど、雨降りの中、まあおしっこ散歩、おおすごい光った、すごい光りましたね。5分で終わっちゃいました。お、雷ゴロゴロ聞こえるかもしれませんね。おしっこだけさっさと済まして東一郎くんは戻ってきて、それで彼の楽しみは雨降りの散歩の後の楽しみがあって、あのタオルで体を拭かれるのが結構好きなんですね。で、雨降りでさあ早く帰ってお家に帰ってタオルで体拭こうっていうと、もうそのタオルって言葉に反応するんですね。で、タオルで体拭くのが結構楽しみみたいですね。で、なんで楽しみかというと、あの拭かれることよりも、まあ最近はタオルで拭かれることも好きになってきたみたいなんですが、あのタオルで遊べるんですね。タオルをね引っ張りっこができるし、振り回すんですね。で、タオルで遊べると思って一生懸命急いで帰ってくるということなんですが、で昔はちっちゃい頃はもうタオルを噛んでしまって引っ張ってしまって拭くどころの騒ぎじゃなかったんですが、興奮して最近は一応ね学習したんですね。まず拭かれると、まず体を拭いてもらうと、で拭いてもらったら遊んでもいいというふうにね学習したらしくって、ちょっと2回ぐらいはちゃんと頭から尻尾までねこうちゃんとタオルで拭かせるんですね。で 拭いたよってなると、もうすぐ遊び始めて、でしばらくタオルでこう遊ぶというね、なぜかタオル遊びが好きという、まあそんな話です。雨降り散歩から早く帰ってくる方法ですね。タオルをちらつかせるという、まあそんな話で、そんなことで今日は5分で雨散歩終わったんですけど、夕方のちょうど散歩に出てすぐ雷がピカッと光ってゴロゴロって言って鳴ったんですが、東一郎くんは非常にびっくりして何が来たかと思ってお尻を丸めてちょっと走り出したというね、まあそんだけの話で、それ以上の話はありません。あとついでに東一郎くん絡みで言うと、あのまあ何度か話してるんですけど、東一郎という名前の由来クイズとね、クイズというのを今やっていて、でその名前の由来クイズのヒント1、2、3、4つまで出しました。でこれは始めるラジオキャンパスの方でやってるんですけども、ぜひ考えてみてくださいね。ちょっとしばらく時間を置いて正解を待とうかなというふうに思ってますので、
まあ一人でもね当ててくれると嬉しいかな。まあ張り合いがあるというか。でちょっと難しいので、ちょっと工夫しますので、このクイズ考えていただいている方、あるいは、まあ、この配信を聞いてあそんなクイズやってんだと思って、気になる方は、少し考えてみていただけるといいかなと思います。まあ来週か再来週あたりに少しねクイズの総集編でもやろうかなと思ってますが、まあ、もうちょっと間空けましょうかね。それからあと今日は、オンラインミーティングが2個ありました、オンラインミーティングを2つやりましたね。1つは Google で、Google Meet でミーティング、久しぶりでしたね。最近ねそういうのやってなかったんで Google Meet で、これはあの台湾のホスティングサービスの、ファーストーリーというね新しく立ち上がった、まだ立ち上がったばっかりのホスティングサービスあるんですが、そこでちょっと一つ番組を持たせていただいてて、北海道の声というねやつを立ち上げさせていただいてるんですが、まあそれもあってあの少しオンラインでいろいろ意見をということで使ってみての感想とかね聞かせてくださいっていうことがあったので、それで少し1時間ぐらいお話しして、なぜか北海道犬に興味があったみたいというか、台湾の方は結構柴犬好きなんですよね、で北海道犬とても興味を持ってくれて、あともう一つやっぱ北海道の声に何でしたんですかっていうことで、まあ、やっぱり台湾の方日本が好きだということと、あとやっぱり雪が降らない地方なので雪に対するねこう興味というか憧れというかそういうのもあって、でしかも日本の一番北の端っこということで、まあ、北海道というのをまあ鮮明に出しちゃった方がむしろいいんじゃないかなと思ったんですなんて話をしたら、それはいいと思いますなんてね、まあ、そんな話をしてました。まあ、ファーストーリーの方今後どうなるかね分かりませんが、リッスンと合わせて少しやってみようかなと思って、るんですよね。まあファーストーリーで、ホスティングしたものは全てリッスンにも RSS 飛ばせますので、そちらでもね、特に文字起こしはちょっとやってくれないので、それはリスンにお任せしようかなと思ってます。あ、ただちょっと言ってたのは文字起こしどうするかについては実はやる方向だったそうなんですが、これ言っちゃっていいと思うんですけど、でポッドキャスターの方々台湾のねにアンケートとかいろいろインタビューとかしたそうなんですよね。そうしたらあんまりニーズがなかったということで止まっちゃったんですよって言ってたんで、本当は文字起こしやるつもりだったんですね。で一応私の方からはもうこれは標準になりますからやった方がいいですよという話と、プラスアルファのまあアドバイスって言ったらあれですけど、プラスアルファのちょっと、意見をいくつか言ってみたので、もしかしたらそれが実装されると面白いなと思ったりしてます。まあ他にも結構、まあ私の考えてることはいくつか伝えたので、少し何かね多分リッスンほど改善の速度は速くないかもしれないなと思いつつも、まあでもねいいプラットフォームがいっぱいできるとそれはそれで、嬉しいのでね、ちょっとでも良くなればと思ってちょっといくつかお話をさせていただいたということと、あともう一つちょっと話題になったのが、結構そのいわゆる配信先ですよね、配信先のプラットフォームがやっぱり東南アジアとかにいろいろあるんですね、ポッドキャストの、プラットフォームが。でそれもぜひ使ってくださいって話だったんですが、私それ全部もう配信済ませたんですよね、北海道の声についてはね。でこれ多分リスンで配信ホスティングしているものもそちらに飛ばせるので、
それもちょっとね時間を見て飛ばしてみようかななんて思い始めたりとかしてて、少しポッドキャスト展開いろいろと、まあ私の中ではまたちょっと新しい動きがね出てきたかなと思ってるんで、まあ今後どうなるか分かりませんけれども、まあ続けていきたいと思ってます。ではあと一つのオンラインミーティングは、もうこれほとんど誰も興味ないと思いますけど、ここまで話してもね、もう一つはあのノートのオンラインサロンでね、やっている月1回のミーティングだったんですけど、まあこれはこれでまた別のところで話すことになりますが、日本の私立大学に、日本大学の問題もそうですけども、日本の私立大学はやっぱりいろんな困難抱えてますね。ちょっといくつかの大学の話が出たんですけど、やっぱり結構共通した問題があるなと思ってて、まあなかなか深刻です。はい、これは多分大学運営とか大学経営の方に、特に私学のね、身を置いてみないと分かんないと思いますが、旗から見てるよりも相当深刻ですねこれはね。まあそういった内容も今後ちょっと別番組でね、ちょっと真面目に、まあ他の番組も真面目なんですが、ちょっと大学問題はちょっと真面目にね配信していこうかなと思ったりしてる今日この頃です。ということで、最後ろれつが回ってませんでしたが、今日のリスンケアフリー、なんとなくあんまりパッとしない内容かもしれませんが、もう声の日記ということで、ここまでお話しさせていただきました。あと実はネイバーズですね、ウィズネイバーズ、小田陣さんのおかげでウィズネイバーズって言葉だいぶ有名になったと思うんですけれども、このウィズネイバーズを本当は今日配信する日なんですが、まあ今日はやめて、まあ明日明後日ぐらいでやればいいかななんて思ったりしてます。まあどっちにしても声日記界隈、とてもなんだろうな、新しい動きがまだまだ展開しそうで楽しそうなんですが、実はちょっといろいろバタバタしていて聞けてませんということで、またしっかり聞いてから少しお話できたらなと思ってます。ということで、なんかパッとしない声の日記だな、まあいいや。そんなわけで、またまた、ではまた、はい、さよなら、おしまい。トイチロウくんは寝てます。ではでは。